マンハッタンポーテージコーデ、はい、早速始まってまいりました。早速河野さんからご紹介よろしくお願いします。はい、私からご紹介させていただきます。はい、はい、私はウールナイロンと綿のナイロンの糸でしっかり編まれたダブルジャガーニットになります。はい、うん、そうなんですね。ちょっとビッグシルエットですね。ゆったり着れてすごく可愛い作りになってます。そして袖にはジャガードの柄を使っておりまして、はい、MP とスカイラインが入っております。バッグのデザインも入っております。いいですね。そしてちょっとスリットが入ってるので、あまり重たくならずに着ていただけますね。中にシャツとか一緒に合わせてもすごく可愛いと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ私ご紹介させていただきま す。白のコーデ合わせてみました。ワントーンコーデですね。はい、でこちらなんですけれども、はい、スパンデックス使用しておりまして非常に動きやすいですね。で今回もところどこにこうリフレクター入りになっております。でバッグにもプリントでリフレクターになっておりますね。はい、でインナーもこちらヘビーウェイトスウェットになっておりまして、かなり肉厚です。なので秋口はこれ1枚で着ていただけるかなと思います。はい、でパンツの方もポーラーティックウィンドプロになっておりまして非常に暖かいです、はい、はい、フードをかぶるとこんなような感じでございますね。すごいかっこいいです。かっこいいですか、はい、ありがとうございます。では第2コーデになりますね。はい、第2コーデ選んでまいりましょう。はい、お、2人ともキースセーリングじゃないですか。はい、はい、第2コーデ目になっております。お揃いですね、はい、お揃いですね、いいですね。はい、はい、私のパーカーになりますね。ヘビーウェイトな素材を使ってるので、すごく肉厚でしっかりした生地になってます、で後ろにキースヘディングのプリント入っていて、でパンツはクライミング型のイージーパンツになっているのですごく動きやすいです。本当ですか。シンプルなので何でも合わせやすいかなと思います。はい、はい、私もご紹介させていただきます。河野さんと同じキースヘリングとコラボで正常期入りのプリントグラフィックになっておりますね。で、こちらプリントがリフレクターになっております。はい、シンプルすごい合わせやすいですよね。なのでこれから寒くなってきた時にインナーに入れていただくとすごく様になるのかなと思います。そうですね、はい、では3コーデ目選んでいきましょう。こちらで行ってまいりましょう。はい、はい、3コーデ目になります。では私からですね。はい、はい、フリースになるんですけどポケット付きになりますね、はい、で実は胸ポケットついております。おー、でリフレクティブプリントになっていて、ね、そうなんですよ。そして襟を上げることができるので、本当だ、またイメージ全然変わりましたね。ちょっとハイネックで着てもすごく可愛いですね。いい、はい、すごいお似合いですね。ありがとうございます、すごく合わせやすいです、はい、はい、私ですねこちらポーラーティックインドプロのフリースのコーチジャケットになっておりますね。いかがですか。すごく着やすそうですね、そうなんですよ。でこちらも刺繍が入っておりましてよく見るとマンハッタンポーチ書いてます。すごいいい笑顔です。はい、でバッグにもこう刺繍がしっかり入っているような感じです。でこちらポケットにもリフレクター入り、ね、袖にも入っております。でこちらはドローコードで長さ調節できるので気分によって変えていただいてもいいんじゃないでしょうか。でこちらスナップのボタン式で開閉ができるようになっております。はい、はい、以上でございま す。ありがとうございました。またお会いしましょう。